霊感を持つ友達と旅行に行った時の話です。友達の A ちゃんはすごくよく見るわけではないのだけど、たまに怖いものを見てしまう見える人。道に手が落ちているのを見つけたんだけど、隣の友達には見えていなかったりしたこともあるらしい。そんな A ちゃんは高校2年の時のクラスメートで、そのクラスの女子は本当に仲良しでした。そこでみんなで旅行へ行こうという話になりました。高校生でお金のない私たちは、安くて大勢で泊まれる H 名湖のほとりにある相葉宿の施設に泊まることにしました。1泊500円と格安。湖以外は何にもないとこなんだけど、まあ湖は綺麗だし、体育館もあるしで結構楽しめる。総勢13名でちょっとした修学旅行みたいな感じでした。それもそのはず、普段は小学生が林間学校で泊まったりする施設なのです。私も愛久の出身なので、小学生の頃林間学校とかで行ってた施設でしたが、その時はちょうどシーズンオフで、うちらの貸し切りでラッキーって感じでした。もちろん一番広い部屋にみんなで寝ることに。夜は布団を並べておしゃべりして、徐々にみんな眠ってしまい、最後の方は本当に深いトークを数人でしてる感じでした。 A ちゃんも最後の方まで起きていたのですが、トイレから帰ってきてすぐに寝てしまいました。次の日の朝、朝ごはんを食べている時に急に A ちゃんが話し始めました。 A ちゃん、あのね、 M 過去 A ちゃんの隣で寝てた友達、昨日私がトイレから帰ってきた後、上に人がいるって言ってたの覚えてる？ M ちゃん、ああ覚えてるよ。管理人のおじさんが上にいるってことだと思ったけど。 A、 違うの、 M は気づいていなかったみたいだからそのままにしたんだけど、あの時トイレから帰ってきて布団に入ったらね、天井を人が張ってたの。私たちが震え上がったのは言うまでもありません。だってもう一泊する予定だったから。そしてすぐ別の部屋に移りました。その日はもう別に何も起きませんでした。A ちゃんがみんなを怖がらせまいとして言わなかっただけだったりして。 A ちゃんの話を聞いて思い出したのですが、その施設は幽霊が出ると、私のかなり年上のいとこが小学生の頃から噂があったのでした。それ以来私たちの間ではトカゲ男の恐怖として語り種になったのでした。